どうも、ブヒケンです。本日は木曜日、外はいい天気ですけど室内は寒いです。今ストーブつけてる。まあ作業の続きですね、やっていきましょう。これで、電ファンの部分が終わったので、まずはここの横のカバーのカット、そしてライトの組み立て、ウインカーの取り付けと、その辺ですね。ちょっとやっていきます。まずカットしてするところからですね。はい、だいたいこんな感じですね。カバーに対しては斜めなんですけど、こうやって斜めに取り付けられるので、角度をうまく合わせるとこんな感じ。ここをくり抜きます。でこう、カットしましたのでちょっと合わせてみましょう。まだ当たりますね。まだ当たる。もう微妙に1センチぐらいだな。やっぱ昨日言ってた通り、ここの立ち上げぐらいからこう曲がりが始まるあたりから、やっぱそうだね。そりゃそうだよな。ここが多分フレームの位置なんだもんな。よし、もうちょっと切ります。今度は OK ですね。ここで、ここで避ける。よし、なんとかなりそうですね。あ、ここにちょっとねゴムを貼っときました。ここまで当たるほど揺れるとは思えないけど、まあ万が一当たったらね。よいしょ。でここの穴が全然合わなくなっちゃいましたね、やっぱり。そりゃそうだ。多分ね、こうギューって押さえつければなんとかなるんじゃないかななんて思ってんだけど、耐えれるだかね。まあもともとそうやってくっついてましたけどね。ちょっとなるべくあまり無理に力がかからないように止めたいんだけど、なかなかそうもないかないな。まあいいや、とりあえずここまで反対側もちょっとやりますね。なんとかいい感じでつきましたね。いや、こっち角度がちょっといまいち。まあこんな感じでなんとかね、ここはいい。あとは下だね、この下の2発、で今、ホースこれ閉めちゃうともう手が届かなくなるようなとこもあるので、全部ホースのマス締めをしときました。それとホースを固定、一応こっちには干渉しないようにして、まだ燃料は固定してないです。でちょっとエアコンの配線を1本作り直すかね。で全てのネジ、あと2箇所のネジね、そこが全部入ったら全てのネジが入ってることになるので、その状態で、ちょっと締めていきます。でオーナーさんもちょっとボンネットのここの当たってる部分、ここにねちょっとわかるかな、ここだけねゴムちょっと貼っときました。当たるところね、もう傷になっちゃってるけど、一応念のためね、バタバタしたら嫌だしね、大丈夫だと思うけどね、そんな振動はないと思うから。こっちにも貼っときます。そしたらちょっと配線やりますかね。はい、いい感じに、エアコンの配線ここ通ってましたけど、外側へ向けてここをしょわしてここに入れました。で燃料ホースもオーナー様ちゃんと止めましたんで、これでどのホースも配線もエンジンには当たっていないっていう感じになります。オーナー様が心配してたのは一応全部クリアですね。
あとちょっとプラグコードもこっちで固定したいな、一箇所。ちょっとまだヘッダースつけてないけどね。よし、そしたら今度はスターターの配線を本決めして2箇所止めて、こっちへ逃がしたいんだよね。こう逃がしたい。どこにも当たらないようにしたい。べったりくっついちゃってたからね、こうやって。ホースは完璧に逃げたね。よし、マス締めもしながら来てるから大丈夫。ちょっとホースまとめ、ホースじゃねえ、配線この辺本決めでつけちゃいますね。ちょっと一回外そう、これ邪魔だ。よいしょ、よし、ちょっと邪魔だ。よし、ちょっとつけていきます。微妙に来るぞ。腰が痛い。微妙に来るぞ。よし、微妙ですけどね、ちょびっとですけど、稼げるだけ稼ごう、距離を。今で、今ギリギリなんですけどね、ギリギリで当たんないには当たんないんだけど、稼げるだけ稼ぎたい、距離を。なんとかいけないかな。よし、こっちはガチガチだな。ほんのちょっとでいいんだけどな。いけないだろうな、ここはもう。何をしてたかというとですね、いてここにボルトあるじゃないですか。でもこっちのあのグリルの顔面がもうここね、割れてるんですよ、最初から。こう、わかります？プラスチックだもんでね、これが抜けてきちゃうんですよね。だもんで、割れてるもんで、ギリギリのところでなんとか抑えるとここになっちゃうんで、どうしても。本当はもっとね、まっすぐボルトを止めたいんだけど、これ止まんないんだな。困ったなって感じですよ。まあ、最初から割れてたんでね、これは私のせいじゃないので。まあ、これで切りのいいところ、切りっていうか、一番鳴りがいいところでちょっと止めたんで、よし。これ何？なんか挟まってる。これ本当はこうクリッて開くんじゃないだか。待って、ちょっと待って。よし、まあいいや。ギリギリだな、これが。よし。では次に、ちょっと待って、ここにある。ここですね。ここを止めてっちゃいます。で、だんだん上から下へ、ここ止めたらこっち止めて、こっち止めてって止めていきます。ちょっとやっちゃいますね。いや、当たっちゃって工具が入んない。こっちからボルトが出ててそれに当たっちゃいますね。よし、完璧でしょう。
問題はこっちか。ここ割れてるんですよね、もうすでに。ここもそのうちバキンっていくかもしれないね。多分ね、もともとここないと思うんだよね。これ固定のために多分作ったんだろうな。ちょっと待って、ここプラスじゃねえかよ。プラスじゃねえか、こっちは。よし、これで左右両方 OK。 次はここですね。こういうとこの下全部のどこを止めるにしてもね、こいつが動いちゃってないかどうかを確かめながらやってます。今んとこは大丈夫。ギリギリだな。おい、ギリギリですか。大丈夫だと思うけどな。まあちょっと全部止めてってみます。こっちからいっか。いや怖いな。割れないでよ。で最初隙間空いてたもんね、バラすとき。そういや、これがもともとついてたやつで、オーナー様が持ってきたやつの中に新しいやつが入ってるんだけど、同じ形だね、これね。メイドインチャイナ。違う、メイドイン台湾だ。まあ、それいいか。一応交換しとくのかな、これも。これでもダブルキューじゃないでしょ、これ。ダブル級なのかな。ちょっとレンズ取ってみようか。ダブル級ですね。じゃあこれでスモールとウインカーってことだね。よいしょ、これね。じゃあこれを外して、なんかこれもガッタガタだけどな。ガッタガタだよ。よし、両方ともウィンカーがつきました。 OK。 ではヘッドライト、ヘッドライト、この辺まで行きましたね。まだ本決めではないですが、まあヘッドライトは一番最初にね、もう加工が済んでるので、あとは両方とも同じ位置につけてあげればいいだけ。よし、だいぶ進みましたね。だいぶ進みました。今日はこれぐらいにするか。